今月28日から特別全国障害者スポーツ大会鹿児島大会が開催されるのを前に、オープン競技の電動車椅子サッカーが鹿児島市で行われました。今月28日から30日まで鹿児島市など県内7つの市で全14競技が行われる鹿児島大会、その開催を前に今日はオープン競技の電動車椅子サッカーが鹿児島を含む5チームによって行われました。バンパーを取り付けた電動車椅子を操り、男女混合の4人1組でゴールを奪い合う電動車椅子サッカー。佐賀選抜と対戦した鹿児島選抜は前半12分、フリーキックからボールを押し込み先制点を奪います。鹿児島は前半終了間際に佐賀に追いつかれますが、後半10分、強烈なフリーキックがゴールとなり、2対1で勝利しました。初戦ということで、緊張もあったのかなって思います。1点取られて、どうなるかなって思ったんですけど、後半、逆転することができてよかったです。鹿児島はこの後行われた兵庫選抜に4対1で勝ち、予選2位で明日の順位決定戦に臨みます。